あなたが学生時代に力を入れていたことは何ですか私が学生時代に力を入れていたことは選手権です。何の部活やってたの部活動はやっておらず選手権を開催していました。え、君、裏赤で夜中に選手権とかやってる、あの中の人はい。 選手権を3日に1度開催しております。あ、なんかもっとおじさんがやってると思ってた。ありがとうございます。別に褒めてはないんだけど。まあ、選手権に力を入れてたって言われてもね。あんな選手権開くだけでしょ。私も最初はそう思っていました。しかし、フォロワーが少ない状態で選手権を開いても、全くリツイートはされず、誰の目にも止まることはありませんでした。そこで、フォローリツイートしてくれた人に画像をプレゼントするという企画を立てました。画像の方は最先端の AI 生成技術を使って用意しました。 しかし、最先端の技術といっても、じっくり見られると肌の質感が少し違いバレてしまいます。そこで、生成した画像全体に薄いモザイクをかけ、モザイクがない状態を見たい人はフォローリツイートしてね、という形を取りました。でもそんなの画像送られてきた人が、これ AI だとか言い始めるんじゃないか。そこは自作自演の DM で送っているように見えるスクリーンショットを取り、そちらをツイートし、みんなに送ってるからちょっと待っててね、って、送りません。だからいくらフォロー率しても送られてこなかったのか。この方法だけで、私はフォロワーを5000人まで伸ばしました。 まだもう少しフォロワーが多い方がいいと思ったので、企業のアカウントにリプライを飛ばしました。何やってんのそのリプライは企業の人が面白おかしく返してくれ、それが掛け合いになり、漫才のようだと話題を呼び、万バズしました。企業同士のやりとりでバズってるの見たことあるけど、裏垢でもバズるんだ。その万バズのおかげで、フォロワーも1万人を超えました。フォロワーも1万人を超えたので、選手権を開いたら、リツイートもされ、動画もたくさん集まりました。しかし、 ガチ素人選手権を開いても送られてくる動画は認証バッジの付いたアカウントからの既製品の動画ばかりでした。そうなんだよ。見たい動画じゃないんだよ、なんか。そこで私は、それらのアカウントをすべてブロックしました。何これにより、動画の数はかなり減り、選手権としての規模は小さくなりました。しかし、手間暇をかけ、使用者のニーズに合わせたものを提供できているということに喜びを感じました。そういう点では、 御社の製品とと同じだと感じだ感ておりますあんま選手権とうちの商品同じにしないでほしいけど。さらに、最初に述べたように、3日に一度選手権を開催し、今ではフォロワーが10万人を達成しました。3大オッケー、すごいこれが私の学生時代に力を入れていたことです。それだけ計算してできるんだったら即戦力だ。うちの広報として働いてもらおう。ありがとうございます。あと最後に、アカウント教えてもらっていい